さあ、一皿差がついてしまった。何を隠そう、はい、第4回ガオ東の陣ということで、今日ガオ来たガオですね、ガオですガオです。今回すごく大事なのがですね、なんと見てもいただいたら分かると思うんですけど、なんとガオ第4回ガオにスポンサーさんが出てきました。マジですか？え、マジ、はい、ファイン様が、はい、今回協賛という形で、ありがとうございます。ファインさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、どんな会社さんなんですか？このご存知の通り、カロリー気にならないサプリっていうのを販売されておりまして、はい、でいっぱい食べるときに、うん、糖が気になるのか、こっち糖ですよね、うん、油が気になる方もいるので、うん、これだから実はなんかどっち飲んでもいいらしいんですよ。一品に飲むこともできるらしくて、2種類ある、はい、食べる前に飲むとカロリーの摂取が抑えられるっていう便利なサプリになります。本当ありがとうございます。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 もう完全に今リベンジマッチができるということで、まあ、個人的にはもう本当に嬉しい対戦カードかなっていうところですね。早食いが、まあ、僕ちょっと得意なだけであるんですけど、前回同様、うん、勝って終わりたいなと思います。まあ、こういった戦いはさすがに負けるわけにいかないなっていう気持ちで今回も臨ませてもらってますね。前回も勝ってるんで、もう自信持って頑張って勝ちに行きます。ガオー東西チームバトル東の陣先鋒戦を始めたいと思います。東チームラスカル新井、西チームゾウさんパクパク、メニュー餃子1皿10個 200g、 制限時間10分での対決となります。それではお二人とも準備がよろしければスタートしたいと思います。いただきます。しておいてよろしくお願いします。はい、大丈夫です。準備もよろしければ始めたいと思います。はい、大丈夫です。それでは先鋒戦用意始め。1分経過。
フラスカ君4皿目に入ります。いいよ、いいペース、いいペース。はい、ゾウさんもおかげです。うん、2分経過、2分経過。さあ、早くもラスカ君、5皿目に突入です。いいよ、すごい、5皿目突入。残り5分です。ここまでだいたいお二人4個差ぐらいの差でしょうか。残り5分でございます。お願いします。頑張っていこう。今のところいいペースですね。多分なんか前回とか明らか違うから雰囲気このまま突っ走ってほしいですね。そうですね、結構行動が今拮抗してるんですけど、意外とちょっと長い印象ですね。はい、ラスカ君9皿目完食、10皿目に入ります。6分経過、6分経過、残り4分です。11皿目に入ります。
王様立った。はい、10皿完食。はい、7分経過、7分経過、残り3分です。残り3分。完食。さあ、ゾウさんも行く。はい、皿目完食、12皿目になります。8分経過、8分経過、残り2分です。さあ、逃げ切るか、ラスカル君追い越せるか、ゾウさん。さあ、間もなくラスカル君が12皿目完食、13皿目になります。いいよ。ただ差はちょっと縮まってますね。はい、12皿完食、13皿目入ります。残り1分です。残り1分。よいしょ。残り40秒。30秒。20秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。よいしょー。ここまで計量に入ります。それでは先鋒戦の結果発表です。東チーム、ラスカル新井くん140個 2800g、 西チーム、ゾウさん、パクパクさん136個 2720g、その差 80g でございます。それでは戦っていただいたお二人に一言ずついただきたいと思います。まずラスカル君から。はい、まあ、本当にこの餃子って食材自体が思ってた以上にやっぱり食べにくいというか、もうで皮がもちもちしてるんで、まあ、早食いというか短時間で向いてない食材があったと思うんですけど、まあ、あの個数的にもまあ十分満足できる個数は食べれましたし、本当にお互いこうもちろん勝敗は決まってますけど、ほぼほぼグラムで打ったら大差ないような本当にいい試合ができたので、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、西チーム、お父さんの方はどうでしょうか。そうですね、パスカルさんが言ったようにすごいもちもちした、餃子ですごい食べ応えもあって美味しかったです。お腹に余裕ある分、餃子のもちもち感と踏み込む力がここは重要なのかなと実感して、ラスカルさんのスピードはやっぱり速くてついていくのに精一杯で、すごいいい経験をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお二人ともありがとうございました。続きまして中堅戦の方に移らせていただきたいと思います。じゃあ締めにラーメン食べに行こう。
世の中の美味しいものは悲しいかな、糖質と脂質でできている。それでも僕らは美味しいものを食べていきたい。そんな時カロリー気にならない、糖質専用、カロリー気にならない、脂質専用。ハードなチャレンジだけでなく日常的な食生活のお供にぜひ。この動画を見てくれた人限定でお得にゲット。クーポンコードは GAOH です。気になる人は概要欄をチェック。追われる側から追う立場になったなっていう感覚ですかね。もう素直にそう思ってます。前回唐揚げカレー戦では 10g という差で僕が勝利した形に終わりましたが、今回はあの形のある差でマックスさんに勝ちたいと思います。母ちゃんの背中を超えたいなっていうのが正直なところですね。お米がすごい自信のある食材ですので、まあ、ほぐしながら一気にかっこんでいくスタイルで、やっていこうかなと思っております。まあ一番きついじゃないですか、対戦食材の中で時間も込みで一番きついのやりたかった。今回2チームでしっかりと吟味してそれぞれ対戦する、まあ、食材選んだので絶対に勝てると思っております。精神的に余裕ある状態を FMI ちゃんにつなぐっていうのが多分俺とラスカル君の仕事なのかなってやっぱ思うので、そこはやっぱり大事にしたいですね。ガオー東西チームバトル東の陣中堅戦を始めたいと思います。東チームマックス鈴木、お願いします。西チーム川添、お願いします。前回の大将戦の2人がここでぶつかります。メニューチャーハン1皿 350g 20分の時間制限でございます。それではお二人準備がよろしければカウントダウン5秒前から始めさせていただきたいと思います。いやで、それでは参ります。5秒前、4、3、2、1、はじめ。
3分経過したところで各席さん5皿目突入。7分経過、マックさん8皿目終了、9皿目に入ります。そして川沢エルさんの方もこれで7皿目終了、8皿目に入りますね。
過、8分経過。9皿目完食、10皿目に入ります。はい、川沢エルさんが8皿目終了。9皿目そしてマックス鈴木さん10皿目完食。ちょうど1杯差ぐらいの差か。10分経過、残り10分です。想像以上に長丁場に見えてきますね。チャーハンはすごく食べにくい食材で詰まりやすいので、本当は短期で勝負すべき食材ではあるんですけど、20分となると本当にもう詰まるのが大前提で戦う勝負になってくるので、この後半戦は中盤以降が詰まり具合だったりとか失速の具合が試合にどう出てくるかっていうのが多分ポイントなのかなとは思いますね。11皿目完食ですね。12皿目に入ります。そしてここで川沢さんが10皿目完食。12分経過、残り8分でございます。まず12皿目完食、13皿目になります。13
分経過、13分経過、残り7分でございます。13皿目完食、14分経過、14分経過、残り6分。15分経過、15分経過、残り5分です。さあ、ここまではマックスさんが13皿完食、川沢さんが12皿完食。14皿完食、15皿目に入ります。16分経過、16分経過、残り4分です。さあ、川添さんラストスパートかけれるか。マックス鈴木が逃げ切るか。はい、川添さん13皿目完食、14皿目に入りました。17分経過、17分経過、残り3分です。泣きそう泣きそうだ。18
8分経過、残り2分です。マックさん15杯完食です。さあマックス鈴木さんのペースがほぼ落ちない。残り1分。残り50秒。40秒。まさに14皿目完食。残り30秒。20秒。15。10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。終了です。それでは計測に入ります。お願いします。それでは中堅戦の発表に参りたいと思います。東チームマックス鈴木さん15杯 5550g、 西チーム川崎さん14杯で 4956g、 その差が 594g、 そして、先鋒戦との差を合わせまして、現在東チームが 674g 勝っております。それでは挑戦したお二人から一言ずついただければと思います。マックス鈴木さん、どうでしょうか。そうですね、まあ20分走り切れたのかなっていうのと、やっぱ少しでもね多く食べてエビマイちゃんにバトン渡したかったなっていうのが一つと、あとはまあちょっと、まあ、個人的な話になるんですけど、前回10万か母ちゃん勝って多分結構プレッシャーあったと思うんですよ。彼はやっぱ追われる者の立場ってやっぱ分かるんで、気持ちがそのプレッシャーとかもあったと思うんです。その中はすごい頑張ってたなっていうので、実はさっき初めて試合終わって話したんです。それまで一回も話してなくて、なんか試合で会話できたような気分になってあれなんですけど、多分いろんなものと戦ってたんだなと思うので、僕はリスペクトを送りたいですね、感謝に。はい、そんな感じです。ありがとうございます。対しまして、川崎さん、いかがだったでしょうか。はい、まあ、前回、西の大会で、まあ、10グラムで勝ったとはいえ、まあ、僕の中では本当に勝った気がしなくて、今回は本当に、形のある結果で勝ちたいなと思って、まあ、今回挑んだんですが、僕の実力ですね、まあ、負けて、まあ、今回負けてしまい、最後西の展開にいい形で、送り出せることができなくて本当に申し訳なく思います。これを機会に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。大変熱いバトル、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして大将戦に移らせていただきたいと思います。
さ前回の女王戦も経験もあるので、制限時間いっぱいいっぱい走り切るっていう感覚っていうのを前回より分かってきてるっていう自覚があるので、ちょっと戦い方っていうのは変わるんじゃないかなって思ってます。前回はエビマヤさんとの対決だったと思うんですけど、まあ、純粋にその自力の差でやられたっていう感じでした。もうやるしかないっていう感じですね。つけ麺なのでやっぱりこうつける作業とかワンステップ踏まないと食べられないっていう食材なので、今いろいろ頭の中で食べ方シミュレーションしてるんですけど、つけるっていうことは頭にないです。まあ、つけ汁をどう使うかが一番分かれると思うんですよね。でつけ汁を使わなければ使わなければいいっていうわけではなくて、使わないと飲み込みにくくなるんで、ある程度そのスピードが出る必要最低限のつけ汁を使うのが一番理想的なんです。多分前回よりも熱い戦いになると思うし、やっぱり一回負けたっていう経験があるんで、次こそは絶対に勝ちたいと思ってます。ガオ東西チームバトル東の陣大将戦を始めたいと思います。東チーム、エビマヨちゃん。西チーム、シノケンくん。対照戦メニューは、つけ麺1皿 650g、 制限時間15分となっております。なお、つけ汁の方はグラム数には入りません。よろしいですか。つけ汁のおかげで10となってます。使い切る前にお願いしても大丈夫。大丈夫。はい。それでは準備の方がよろしければ5秒前からカウントダウンさせていただきます。それでは参ります。5秒前、4、3、2、1、開始。そのまま行ってますね。こちら具も含めまして 650g となっております。さあつけ汁につけていくしのけんくん、そのまま行くエビマヨちゃん。最初はいいかもしれないですけど、後半多分落ちなくなるんですよ。1分経過、ちょっと1分経過、流れは良くなる、潤滑油的な感じで。そうですね、どっちがいいか自分も試してみないと分かんないですけど、お互い違う食い方なんで。見た感じはシノケン君の方がずっとリードしてるか。節約なくなるんで。ちょっとネギに苦戦していこう。しのけんくん、タイム終了。はい、エビマヨちゃんも1杯目終了です。2分経過、2分経過。さあ2杯目もエビマヨちゃんはそのままいってますね。つけ汁を使っておりません。
3分経過、3分経過。3杯目に入ります。3杯目終了、4杯目になります。5分経過、5分経過。はい、MS さん3枚終了、4杯目に入ります。7分経過、7分経過。7分半経過、折り返しになります。さあ、エマちゃん4杯目終了、4杯目入ります。さあ、おっと、ここでエマちゃんちょっとスピードが上がってきたか。
80g 量になってきたか。8分経過。9分経過、9分経過。いけいけ、早く逃げるよ。さあ、どちらが先に5杯目を終了するのか。さあ、リンマーさんがほぼ同時、ほぼ同時に5杯目終了です。6杯目に入ります。ほぼ同時です。さあ、10分経過です。残り5分、残り5分。2杯目を全部移し替えましたね。さあ、再びスタンディングスタイルに入る。さあ、どうなるどうなるどうなる。10分経過、残り4分です。ちゃんが6杯目を終えそうでございます。一歩リードしたか。はい、エムちゃんの代わりです。7杯目に入ります。大将戦残るところあと3分でございます。残り3分です。これで篠原君の6杯目終了ですね。
さあ、残り2分、残り2分切りました。さあ、もう少しだ、頑張れ。大将戦残り1分、残り1分。残り50秒。残り40秒。30秒。さあ、今ここで2人8敗目に入ります。残り20秒、20秒、15、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了でーす。それでは大将戦の結果発表に移りたいと思います。東チーム、エビマヨちゃん計 4599g、 西チーム、しのけんくん 4166g、お二人の差が 433g という形になっております。これでチームと最終的なチームの差は最後に発表させていただきます。それでは戦ってもらった2人に一言ずついただきましょう。山谷ちゃん、いかがだったでしょうか。そう、初め2回目、3回目、何回目までかちょっと覚えてないんですけど、ずっとしのけんくんがリードしてて、これどうやったら縮められるんだろうなって考えた時に、どうしてもカメラを意識しちゃってる自分がいて、綺麗に食べなきゃ、綺麗に食べなきゃって思ってて、でもそれは違うなって思って、そこは一切考えずに、で、1g でも多く食べようと思って、なんか多分いろいろ意見分かれると思うんですけど、個人的にはすごい楽しかったし、こういう場でなかなかない機会を戦わさせてもらえたのがすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。対しまして、しのけんくん、どうだったでしょうか。まず前負けたっていうのは、まあ、絶対勝ちたい相手だったので、まあ、ちょっとチーム的にも、まあ、いっぱい差つけないとダメだったので、もう最初から結構飛ばしていったんですけど、途中やっぱちょっとペース落ちて、抜かれた時にもう追いつけなかった。最終的に 400g ぐらい差つけられてしまって、
申し訳なかったです。初めての食材でちょっとね、買ってもわからないので漬物までね、皆さん食べ方というのを考えながらやってたと思うんですけども、まあ、それがうまくねハマったりハマらなかったりということもあるでしょうから、ただね強い思いでやってたっていうのを多分見てた人たちは全員分かってると思いますので、本当にいい勝負だったなと思います。皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。結果発表。はい、それではガオ東西チームバトル東の陣新戦の結果発表をしたいと思います。東チーム総重量12,949グラム、西チーム11,842グラム、差が1,107グラムで東チームの勝利です。いらっしゃー、リベンジだー、リベンジ。勝利チームにはファイ様よりカロリー気にならない脂質専用サプリ、そしてカロリー気にならない糖質専用サプリ1年分が贈られます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。1年。はい、1年か、すげえな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで改めまして、まずはオチさん、オファーをさせていただいたんです。そしたら、もう何も言わずにやりましょう、もう2つ返事です、これ以上ない2つ返事で OK してもらって、全部場所もご用意してもらって、なんならお店休みにして全面協力でやっていただきました。本当にありがとうございます。あと今回ね、ありがたいことにファイさんがスポンサードしてくださいまして、これもう企業さんがスポンサードしてくださるっていうのは、我々の大会がこうある種こう格付けがこうなんかついたというか、世間に認められたのかなっていう、なんかそんな気がしてすごい嬉しかったですね。ファイさんもありがとうございます。で、何よりもやっぱ選手の皆さん、もう僕ももちろん、ね、選手だから分かるんですけど、そのピークに仕上げるのってものすごい時間かかるんですよ。で、孤独なんです。で、負ければそれまでだし、だから一戦にかける気持ちっていうのはやっぱ分かってるつもりなんですけども、本当この1回のためにね、ここまで仕上げてくださって本当に皆様ありがとうございました。ガオ、今回は、こちら千葉県八街市にございます肉玉そばおちさんで、お送りさせていただきました。またね、お会いできる日を楽しみにしていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。もし皆様がよろしければ、人数はねこの通りいくか分からないです、ひょっとしたら増えるかも分からないんですけれども、やりたいなと思うんですが、ちょっと端の方から S1 の丸バスをちょっと聞いて見ていただいてもよろしいですか。これマジでもう自分の結果で決めようと思うんですけど、誰かやるかやらないか、もちろんさせていただきます。おえー、これマジでガチですか。ガチなのどうですか。はい、もちろんイエスで。おーおーい、いただきたいです。おお、ぜひよろしくお願いします。おお、お願いします。おお、正直に。じゃあ満場一致ということで。